たかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが優しさが。